中のこれも入れるんだ、ライトも。ママ大丈夫、できるってことか。やめろ。こういう風に結んで足までカバーできる、すごいね、うん、
次々紹介していきます。こちらも以前いただいたんですけど、ナワタの誕生日プレゼントということで、ティンカーベルの洋服ラプンツェル、かわいすぎるからのアリス、ジャスミンまで、そしてかわいすぎるセーターからのミリちゃん、これもめちゃくちゃかわいい、リボンが最高に大きい。そしてなんと絵本、パンドロボーの絵本、大人気のご挨拶遊び、いないいないばーん、だるまさんが転んだに、ネズミくんのチョキ、じゃん。絞りがかわいい、見てー、しかもなんかバブみたいでかわいいんだけど、見てこれバブ、カービィの洋服、かわいすぎる。これはポチンっていうのが、ね、ついてます、ポチン。でこちらじゃん、カービィセーター、これもかわいい、カービィの幼稚園、カービィ幼稚園なんでしょうか。なんとこちら冬に大活躍の予感のベビーカーにつけられるやつ、こういうことかな、こういうこと、こういうことだ、あ、なるほどね、あ、めっちゃいいじゃん、こういうことか、すごっ、でかーい、お揃いだ、ベビちゃんのお揃いの、お乳かわいいと思います、じゃん、開けたいと思います。え、待って、ねえ、すごい、デジャブかと思った、見て、奇跡は待ってたんだ、かわいすぎる、なんだなんだ、めっちゃ入ってる。一つ目、じゃん、え、かわいい、デザインめっちゃ可愛いんだけど、え、ミッキーの何これ、あ、めっちゃいいじゃん、わ、今日これ欲しかったな、めっちゃ可愛い、これフードカッターでこういう風に野菜をちょっと切りたいとかなった時に使えるからのお洋服セットが届きました、じゃじゃーん、からのじゃじゃーん、ズボンも買ってくれたの、セットってことこれ、あ、セットで買ってくれたの、確かにこれめっちゃ合うじゃん、すごい、ありがとう、ないからありがとう、え、かわいい、チアリーチアリーチアリーボンボン、こっち、ハッピー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 、かわいい、これ持ってない、おパンチウサギのタオル、じゃーん、おパンチウサギのタオル、え、欲しいっていう配信で言ってない気がする、可愛かったんだよねって言ったのかな、怖いね、リスナーって怖ーい。はい、次、ナタさんへのプレゼントです、こちら、じゃんじゃん、あー、かわいい、あー、うるさい、着てきたかった、これ着てきたかったな、もう一回着て、これいいね、このコーデ可愛くないですか、やばい、もう一回行きたい、え、だ、聞いてください、これやらかしました、これ買ったんですけど1歳と1ヶ月間違えて2ヶ月のやつ買っちゃいました、生まれたてのベイビーベイビー、間違えてベイビーベイビー買っちゃいました、生まれたての人よかったらプレゼントします、はい、ということで続きいきたいと思います、もう別日なんですけど、じゃん、見てこれ、これ可愛くない、ナシゴレン T シャツ、そして、いや、もう私これほんとマジで感動しちゃったんですけど、これじゃん、絵本なんですけど、なんと明日はナータンの誕生日っていうオリジナルの絵本なんですよ、柄も可愛い、一人これ感動しちゃって、
ナータンへ、たくさんの人に愛されているナータン。明日はとっても特別な日。泣いちゃうよ。読めません。涙腺がおかしくなってしまいます。すごい。これちょっとどういう話なんだろう。やばいですよこれ。ほら泣いちゃうよ。ありがとう。ありがとう。嬉しい。ありがとう。泣いちゃうよ。ありがとう。すごく感動しました。これプレゼントとかにも本当にいいかもしれない。もうマジ感動した。ありがとう。はい、皆さんありがとうございました。誕生日関係なく本当に皆様からたくさんたくさん、もうナータンへのプレゼントだったり、日用品、おむつだったり、ミルクだったり、もうたくさんの方から本当にいただいて、もう、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そしてなんか将来に悩むことがあったり、もしなんか自分なんて愛されてないとか、なんかいなくてもいい存在とか、まあそういう風になんか、もしもしネガティブに、もしナータンがなってしまったら、ぜひこの動画を見てください。愛されてなかったらこんなにプレゼントを送ってもらえることはありえないので、ナータンちゃんはもう生まれた時から皆様に愛されて、素敵な素敵な、ね、リスナーさん、視聴者さんから、で私がこう強制してこれ送れよって言ったわけじゃないですから、もう自らこれ送ったら喜んでくれるかなとか、プレゼントしたいなって思ってくださる方が、もう選ぶ時間から、もうお金から、全てもう本当に皆様のお気持ちでいただけてるものです。悩むことがあったら、ぜひ振り返っていただけたらと思います。もう皆様からの愛を、今このね、なおは分からないと思うけど、これがナータンちゃん、あなたが愛されている証拠の一つになれば嬉しいなと思います。大丈夫ね。人のためにね、応援して、気持ちだけでもなく、応援する気持ちだけでも嬉しいけど、こうやって時間とお金をかけて届けてくれるって、すごく、いや、すごいこと、本当にね、本当にすごいことよ。私も愛を感じてるから大丈夫。はい、ということで皆様、本日も見てくださってありがとうございました。はい、もうありがとうしか言葉が出ないんですけど、本当にありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。 OK。では皆さん、またねー。